こんにちは、ミルキーブルーです。最近地震多くない？東京、千葉とか福島、なんかね、5月11日になんか地震が予言されてるとか騒いでるけど、まあ5月11起きんとしても、なんか最近のね、地震の量がちょっと心配になるよね。新型コロナでこんな地震とか起きたらめっちゃやばいわ、これ。だって体育館とかでね、避難したら3密になるけんね、これ。でみんなストレスも溜まっとやろうけん、かなり揉め事が起きると思っちゃうね。なんで今ちょっと地震だけは起きんでほしいよね。まあ人がね、こう地震起きるかもって考えたら、その念がね飛んで現実化してしまうけんね、ちょっとそこら辺は考えんようにせないかんちゃけど、やっぱこんだけね地震が多い以上、やっぱ危機感は持っとかんといかんけんね。これ千葉で震度4とかね、福島とかも起きようし、長野とかもね、茨城、あそこ周辺がめっちゃ今頻発してるやろ、地震。なんでみんな危機感が持ってね、もしかしたら起きるかもっていうのをちょっとだけね片隅に置いとく。まあ、あと非常食とかもね、まあ、リュックに入れてね、懐中電灯とかそういうのは、まあ、置いとった方がいいかもしれんよね。あと家族と非常時にどういう行動をとるか、それをねちょっと考えとった方がいいと思います。まあ、なんでちょっとまだ地震続いてるけど、皆さん自粛で疲れてるかもしれんけど、地震も注意してください。あと緊急事態宣言の音、ワンワンワン、地震ですっていうやつ、あれ心臓に悪いけんね、あれの音もみんな気をつけてね。それじゃあ。